皆さんこんにちはイズです本日もプロスペースやっていきます本日の企画はこちら自分の フォークス純正のボックス紹介をしていこうという風に思いますはいというわけでですねえボックス紹介してほしいという声何回かですねえもらったことあるんですけどまあその度にですねあんまり自分選手持ってないんで面白くないとか言ってたと思うんですよねまあ、A ランクあんまり残さないですよね自分 <laughs> 割と TSOB はま全選手取ってきて極みにするという形してたんでまあ、TSOB の A ランクとか残ってないですしまあ通常選手の A ランクとかも割と2体持ちしたりしてですねまあ、結構、えー、称号もしたりで残ってなかったんであんまり面白くないのかなという 個人的には思ってたんですけどまあ普通に S ランク持ってる選手だけでもですね、えー、結構多くなってきたんで、まあ、今回ですね、えー、ご紹介という形していこうかなというふうに思いますでまあ最後にですね、えー、ちょっと交換会についてのお話をですね軽くしていこうかなというふうに思うんでぜひ最後まで見ていただくとですねめちゃくちゃいい情報が知れるんじゃないかなというふうには思いますそれでは早速なんですけど選手ボックス紹介していこうかなというふうに思いますはいというわけで、えー、S ランクですねホ、えー、ークスの S ランクだけだと思うんですけど60名というところでうんどうなんですかね まあ、自分はですね、えー、武田選手は、えー、基本的には、まあ、全く、えー、残していないので、えー、ほとんどがホークスの選手というところで、まあ、S ランクの数的にはめちゃくちゃ少ない方なんじゃないかなと。で、純正やってる中でもですね自分はここら辺の2019のシリーズ2あたりからですねホークス純正を始めたので、えー、それより前の選手は割と持っていないというところで結構、まあ。 個人的になんですけど最近なんですよ、ね、2019というところで6 0選手というところで、まあ、通常選手はもちろん継承していきますし、えー、残らないですけど、まあ、2体持ちしてる選手だったりもいるんで,です、ねまあ、そういったところを軽く話していこうかなと、はいえー、まず千賀さんですね、えー、これは通ーシーム C の千賀さんちょっと写真は侍のものなんですけど通ーシーム C の千賀さんというところで大ピンチを持っているやつですねというところでもうこの千賀選手は、まあ、先発で使うんだったらずっと使っていくかなって感じですランク戦で千賀さんは中継ぎで使っているのでちょっと最近は出番ないんですけどまた今後ですね ね、ま大会とかは多分千賀さん先発で行くと思うんで、まあ、そういったところでは使っていくんじゃないかなっていう風に思います。で、カイノさんですね、これも写真変わってて、サムライのものは確かミキサーかなんかしてですね、えー、使っちゃったんですけど、まあこのカイノさんもですね、エスプリス解放して。 えツーシームフォークというところで、えー、中継ぎではですね結構重宝しているところなんじゃないかなというところで、まあ、貝野さんもですね、えー、今後も使っていく選手になっていくんじゃないかなとでも原さんですね、まあ、今年 OB 登場可能性あると思うんですけどまあ割とね休止がちょっと厳しいかなただタイピンチを持っているというところでですねまあ、全然まあ、例えば自分が今使っている中継ぎの選手が疲労溜まったりとかしたらですね全然使っていける選手なんじゃないかなと続いて柴原さんですねはい、まあ、柴原さんも素振り使い方をしてますけどちょっと最近使えてないですねまあ最大 まで今いけるのかなというとうころでもう1回できるんですけど、ちょっとまあ今年登場する可能性もあるというところで、現状、ですねスプリッツ解放は待ってる段階です、でまた上限がグランドオープンで上がりますよね、そこでちょっとスプリッツ解放して、スタメン入れていきたいなというふうに思ってるんですけど、現状、ですねちょっとえスタメンでは使えてないと、もう本当に柳田さんが守備 B にならなかったら、絶対自分は柴原さんをセンターでずっと使ってたんですけど、ちょっと柳田さん、ですね守備 B になっちゃったんで、なっちゃったっていうか、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、それも最近はちょっと柴原さんの出番ないかなと。 感じですでまあ、も、うここから2020シリーズワンですね、まあ割と通常の選手も持ってたんですけども、も継承継承で、えー、ほとんど甲斐野さんと千賀さんしかいなくなっちゃってますね。はいというところで、まあ、高橋淳平投手、まあ、これ以来登場してないんですけど、うん、まあ、球種的にはねちょっとリアタイム向きとは言えない球種なんじゃないかなと、で杉内さんですね、杉内さんもスピリッツ解放して、SP リーグの大会で使ったんですけど、ちょっともう最近は、ですね割と先発ができる投手がですねホークスで増えてきたというところで、現状、オーダーから外れているという形ですね。続いてムーア選手 ムーア選手もね、割とフ、まあ、ホークス純正の大会とかで当たったんですけど、まあ、久々に対戦すると打ちづらいなって、まあ、ナックルカーブっていうのが、まあ、大会単体で強いですし、カットボールも単体で強いんですよね、でまあ、ツーシームもありますし、わ、まあ、割と抑えれる投手なんじゃないかな、まあ、自分は使わないですけどね。 はい、まあ長という形でちょっとここは極めて置いときたかったなあっていう感じですかね。次はホンダさん、ホンダさんはマジで最近使ってますね。また今度ですね、まあ、明日になるかもしれないんですけどガチオーダー紹介するんですけどホンダさん最近スターメンで使ってるんですよね。はいというところでちょっとまたご紹介できたらな。この守備ですよね。で積極っていうところもめちゃくちゃでかいんじゃないかなという風には思っております。続いて今宮選手、今宮選手ですね。この2020シリーズ版のやつの2体持ちしてるんですよね。はいというところでまあ守備適正70で、えー、このシリーズはですね、えー、チャンスメーカー持っているという。 と,いうところで、まあ、佐々木さんが来るまでですねちょっと1番バッター結構迷っててまあ、本田さんだったり、えー、川崎さんだったり、まあ川崎さん後で紹介しましたけどでまあ右バッターやったら今宮選手をです、ね、1番で使うっていう感じだったんでまあ、チャンスメーカーの1を残してるって感じですかね続いて、牧原さんというところで <laughs> 牧原さんはマジで当たってないですね、このシリーズからなんですけどこのシリーズですねもし最新のシリーズの選手が当たっても、えー、残しておくかな、この守備適性めちゃくちゃ魅力なんじゃないかなセンターも B ですしショートセカンドも B というところで,です、ね、このシリーズ シリーズだけななのかなあ、まあ、このシリーズ2ですね2020シリーズ2もそうやったと思うんですけどさすがにこのシリーズの牧原さんは残しておくかなって感じですかね続いて内川さん、まあ、これはちょっと2体持ちしちゃってますね、まあ、守備もそうですけど、まあ、結構割とまあファーストの守備というところではですね、えー、内川さん一番いいんで、まあ、1を残してるって感じですかね続いて長谷川さん長谷川さん最近も使ってますね、まあ、現状スピリッツ3500というところで、まあ、3600までいきますけどまあ来年の t スでは必ず出る選手なんじゃないかなとアベレージヒッター広角チャンスもうこれは絶対自分はめちゃくちゃ使いやすいんで さらにラインドライブというところでずっと使っていく選手なんじゃないかなという,ふうに思います続いて村松選手村松選手も割と使えるんですよね、まあ、もしレフトの守備固めとか、まあ、積極守備ですし走塁盗塁も積極とわ、まあ、割と <laughs> 守備固めとかやったら使えていけるんですよね続いて岩崎選手岩崎選手もですね球種、まあ、も大きいですしさらに超大ピンチ持ってるというところでですね割と大会とかやとですね使えていくんですよねなのでまあ全然来シリーズ以降出てもですね継承していって まあ大会で使えるならですね使っていきたい投手なんじゃないかなと続いて明石選手はいこれちょっと去年のシリーズのものですね、えー、最新の出ましたけどちょっとまだ継承できてないんでまた継承してこうかなとは思います続いてバレンティン、まあ、バレンティンはこのシリーズから登場してないかなシリーズ2から <laughs> バレンティンもねちょっと自分の中ではパワーヒッターの選手の中やったら打ちやすいんですけどちょっとスピリッツ的に使えないかなーって感じですかね今は続いて高橋麗投手というところで、まあ、高橋麗投手もですね一応ランク戦やれなくもないかなシンカーがあるだけで全然違うと思うんで単体で強いんでですね。 まあ進化しかも変化量4って割と落ちるんで、うん、全然抑えていける投手なんじゃないかなっていうふうに思います自分も中継ぎ入れたりしてますね普通に続いてイデホイデホもね広角あるから結構落ちやすいんですけど、まあ、それしかないっていうところもありますね、うん、ただまあ普通にイデホは、えー、ファーストとか、まあ、スピリーグ最初の方代打とかで使ってたりしたと思うんでまあ全然、えー、今後もし出てくることがあればですねスピリッツ的に使うっていうところもあるんじゃないかなと続いて上林選手ですねここははもう本当に自分はめちゃくちゃゃく欲しかったんですけど全然当た 当たらなかったんですよねこのシリーズ2020シリーズ2ですねほんとほらバレンティンとか高橋冷凍手よりも後に当たってるとこれ入手順なんですけど全然当たらなかったというところで、えー、この上林選手選択契約書で獲得したんですよねでもほんとこの上林選手をミキサーで当てるために割といろんな選手を、えー、ミキサー溶かしてて例えば OB の杉浦さんだったり、ま、周東選手の侍のやつとか持ってたんですけどそういうの全部溶かしてちょっと上林選手を狙いに行ったんですけど当たらず えー、シリーズ1の選択契約書で獲得したという形でしたね続いて川崎選手ですねはいここはですね OB1 段で登場したと思うんですけどここも累計で当てちゃってるんですよねはいここからもうずっと当ててるっていう感じでまたこの後もですね、えー、どんな感じで当てたのとかご紹介していくんですけどマジで自分は OB が相性いいですね、まあ、本当に川崎さんは え佐々木さんが来るまで1番で使ってたんで、全然打ちにくいとかそういうことはないんですけど、いやー、マジ川崎さんも本当は1番で使いたいですね、そんな選手になってるんじゃないかなと、はい、続いて城島さんですね、はいここは OB3 段かな、2段は確か国久さんやったんで3段やと思うんですけど、ここも累計で当てちゃってるんですよね、でまあボーナスありのイベントは2連続で当ててると、国久さんは普通に、えー、30連で出たかな、ガチャ引きに行って30連で出た感じだったんじゃないかなと、続いて佐々木さん、まあ、佐々木さんはランキングなんですけど、まあ、もう本当、この佐々木さんを外せないですね、今でも。まあ 上島さんもそうですけど、えー、この守備でこの打撃能力というところではマジ、えー、一生使っていく選手なんじゃないかなと続いてグラシアル選手はです、ね、ここ2体持ちしてるんですよね最新のものとまあ理由はミパエていうところですね、まあ、今後スピリッツ解放してリーグでも使えると思いますし、まあ、リアタイでも全然、えー、もしスピリッツ解放するんであればこっちのシリーズの方がいいのかなというところで,ですね、まあ、また今後ですね、えー、来シリーズ以降もまあ残留決まったんで登場すると思うんで、まあ、そこで能力上がってくれたらそれでそっちの方がいいんですけどまあ一応ミパエのグラシアル シャル選手は残していると続いて荒垣選手ですねここも累計で当てちゃってるんですよね OB 第5弾ですよね荒垣選手で、えー、ボーナサリのイベント3連勝と OB のですねマジで、えー、荒垣選手はもう今でも使いますし割と最近はですね使い慣れてきてまあ荒垣さんのも 普通に抑えれるなっていう感じですかね最初の方はマじで配球が分からなかったかなって感じです。続いて、日本選手ですね、えー、2020シリーズ2の最後の選手だと思うんですけど、日本選手は、えー、選択肢役所で獲得しましたね。はい、というところで、まあ、今はですね阪神、えー、で活躍されていると思うんですけど、吸、え、収、ー、も強くて、超大ピンチというところで,です、ね、すわりとリアタイラーですね重宝した選手なんじゃないかな、まあ、今でも全然中継ぎで使っていける選手なんじゃないかなっては思います。はい、ここから もう最近の選手ですねシリーズ1というところで、まあ、井上くんですねマジで井上くんはスプリッツ解放して使っていきたいマジでも俺は右バッターのラインドライブが打ちやすい <laughs> というところでもう本当にもうちょっと、えー、松田選手のラインドライブバージョンとか来たら絶対欲しいんですけど、えー、まあ井上くんもですね、えー、めちゃくちゃ打ちやすいんでまあ今も使っているという形ですね続いて東山投手、まあ、東山投手もですね、えー、このシリーズの前の年 かな、えー、2020シリーズ2から、えー、めちゃくちゃ吸収強化されて、えー、超大ピンチもついたというところでですね、えー、めちゃくちゃリアタイで強い、うん、普通にホークスの中で普通に抑えれる投手になってくるんじゃないかなと続いて今宮選手、まあ、今宮選手さっきも言いましたけど2対ちというところで、まあ、守備もそうですけどここですねチャンスになったのが割とでかかったなっていう感じですねまあ一番意外でも使えるというところで、まあ、今宮選手まあ 最近はですね、代打出すところがショートにしかないんで、まあ、最近はですね、ベンチに使っていて2巡目以降回ってきたら使うっていう形なんですけど、まあ、今宮選手も普通に打ちやすいから普通に使ってもいいけどちょっともうオーダーが割と完成してきてですね、えー、ショートにしか代打出していないっていう感じですね。続いて杉山選手。 杉山選手もですまっすらというところで、まあ、全然使えていけるというところで中継ぎでですね、えー、最近も入れてるんじゃないかなというふうには思います続いて香山選手ですね、まあ、香山選手もですね超タイピン違うんですが割となんかホークス、まあ、めちゃくちゃ抑えれるっていう人はいないですけどタイピン持ってたり割と単体で吸収強い、えー、投手だったりが <laughs> 多いなっていう感じなんですけど、まあ、香山選手もですね、えー、タイピンの場面とかだったら全然抑えていけるんじゃないかなと続いてグラシール選手ですねここミパ同時決まってて、まあ、グラシャル選手割とね これまではミパー A で同値決めなくてよかったんですけど今シリーズから、ですね、まあ、今シリーズってこのシリーズ1から同値決めないといけなくなったという形で、まあ、割と大変でしたねなんでまあ結構、グラシアル選手の A ランクですねスピリッツ解放用に残しておきたいんですけどあんまり残せてないというところで今後もです、ね、いっぱい当てていけたらなと、まあ、来シリーズも登場するということでですね、まあ、グラシアル選手はもう本当にパワー非広角で超広角っていうのがでかいですね。 マジで結構発動してくれるんで、まあ、めちゃくちゃ打ちやすいんじゃないかなと。続いてサファーテ選手ですね。これは、えー、2021シリーズ1というところで、えー、2020シリーズ1のも確か2段で登場しましたよね。これは多分1段やと思うんですけど、で、勝利の下がついてると。まあ、リーグ的には最高の称号ですよね。でまあ、割とね、サファーテ選手もストレートを浮かせたら全然違うとは思いますけどね。ストレート浮くだけで全然違うけど、サファテ選手のストレートを浮かせてください。続いてマッチというところで。 はい松田選手ですね。まあ、守備も良くて、えー、打撃能力も高いんですけどマジで国場さんがいなかったらあとはもうちょっとラインドライブやったらマジで自分は使うかもしれないっていう感じですね。やけどもう本当にラインドライブバージョンが TSA 出てくれないかなっていう風に個人的には思っております。 続いて、モイネロですね、えー。この前のシリーズですね。2020シリーズ2からですね、吸、え、収、ーえー、この形になって、前はチェンジアップと普通のカーブやったと思うんですけど、サークルチェンジとドロップカーブがですね、まあ、個人的にはこっち、まあ、どっちもどっちで強いと思うんですけど、個人的にはこっちの方が嫌だなというところで継承したという形なんですけど、この前のシリーズ当たってなかったんですよね。なんで割と嬉しかったな、このモイネロさんが当たったのはですね。続いて、森さん。森さんもですね、この年からストレートが真っ暗になったというところでですね、えー、めちゃくちゃっていうほどでもないんですけど、まあ割と、 抑えれるにななったなという感じです続いて柳田選手、もうこのシリーズから守備が75、これは確か特殊してるよねというところで、マジで柳田さんはもう本当に守備だけがちょっとネックなところだったんですけども守備も良くなってですねもう今後、一生使っていく、でも,もしかしたら TS とかで出るシリーズは守備 C かもしれないじゃないですか。 やけんも本当この柳田選手を一生スピリッツ解放していくかもしれない。本当一生100年後ぐらいまでスピリッツ解放していくかもしれないんで、自分はこの柳田選手まあサのもの持ってるんで、まあどっちかってはそっちに継承して残すかなという感じなんですけど、またシリーズ2のものとですね2体持ちしようかなというふうには思っております。ついて正子選手ですね。正子選手を右バッターのラインドライブなんですけど、特殊能力が出た時にですね、井上くんの方が強いんですよね。ちょっとチャンスとラインドライブだけというところで,ですね、井上くんの方が特殊能力が強いんで、井上くん使ってるんですけども正 選手もめちちちゃゃく打ちやすすいいいいう風にに個人的はは思います、はい、出ま出し小久保さん、マジでもう本当に、まあ、アーティストとパワーヒッターやったら断然自分はアーティストの方がいいんで小久保さん使ってますね。はいまあ、来年出るかなーっていう感じですかね。来年は巨人とかで出てもおかしくないんですけど、で、ホークスでマッチが出ると、まあ、それやったら割と自分は嬉しいかなっていう感じですかね。そしたらまあスピリッツ的にもそうですし、まあ、ラインドライブ自分打ちやすいんで、松田さん使うかもしれないですね、小久さん使わないで。ではコボさんははの下がいいててですね、はい なぜか2連続ですね確かにここは2段やったと思うんですけど、サワテ選手とここは選手2連続で勝利のたがつくという形でしたね。はい、続いてカイさん。カイさんは多分この前のシリーズですね、2020シリーズ2で当てれてなかったんで、割と久々の決勝やったかなで。しかもエキサイティングというところで、打撃能力が割と上がってくれるんですよね。先球と白熱でしかもカイさんは、 多分累計か10無料10連かで当ててるんで、めちゃくちゃこれは嬉しかったですね。続いて内川選手。いや内川選手ね、マジでラインドライブじゃなくて、高弾道とかやったら普通に使ってたんですけど、ちょっと中弾道というところと、あとは特殊能力もね、アベレージヒットしか最初は上がらないというところでちょっときついかな、でも割とですね自分はミート大きい選手好きなんで、全然内川選手、打ちづらいっていうことはないですね、ただちょっと他の選手の方が優先度的には高くなってきたっていう形ですかね。続いて石川選手 石川選手、ね、本当はスライダーカットのやつと2体持ちしたかったんですけど、ちょっとなぜか継承しちゃってますね、その時の俺がバカやったなって感じです。はい、ただ、能力はめちゃくちゃ強いんで、ですね、うんまあ、リーグ的に使っていってる選手ですね。続いて周東選手、周東選手ですね、えー、この前のシリーズも出てたんですけど、当てれてないです、よ。割と2020シリーズずつは当てれてないですね、で割と念願の周東選手で、まあ、守備 B にもなってますし、まあ、この周東選手は割とまあ <laughs>、 セカンドですね、TS で,ですね、本田さん、井口さんいるんであんまり使ってないですけど、まあ、全然自分は使っていってもいい選手なんじゃないかなというふうに思ってますけどね、続いて泉さん、泉さんもですね、この前のシリーズから吸収強くなって出てきたと思うんですけど、で、タイピンチと、マジで泉さんは中継ぎの層を厚くしてくれた選手ですね、続いて栗原選手、栗原選手もね、ミ、うん、パ同士決まってて、うーん。 ちょっとね栗原選手、使うところ難しいんですよね。で、ポジション的にはですね、ライトにえ佐々木さんで、ファーストには昭さんとかで、キャッチャーに城はさん,うーん、ちょっと使いどころが難しい。ただ、まあ、代ダ打ダとかやったら割と使ってたんですけど、え最近、カロ田さんとか <laughs> 増えてきて、ちょっと使うところなくなってきたなって感じですかね。魔女、本当に栗原さんは、ラインドライブになれば自分はめちゃくちゃ使っていく選手なんじゃないかな。広角ラインドライブは自分はめちゃくちゃ打ちやすいんでですね。続いて、昭さん。明さんね これ中道なんですよねここがラインドライブやったらマジで全然違うね。うん。レフトで使っているんですけど、まあ自分は最近はですね、アキラさんシリーズ2のものをレフトで使ってるんですけど、まあ全然こっち使ってもいいかなって感じですけどね、選球眼、片道満塁のとこ、まあ特殊能力もね、ちょっと微妙なんですよね。いや、本当に、まあ、ラインドライブか中段道っていうだけでも違うんですけど、あのここのアキラさんも一緒ですね。自分はミートが出かければ割とヒット出るんで、全然アキラさん使ってってもいいですね。続いて、工藤選手。はい。 めちゃくちゃ能力上がってきましたよね、前のシリーズより。うん、それで、ま吸、あ、収もですねいいとまい、あ、いいっていうか、リーグ的にですね B 球種以上が。まあ、クローさんはリーグ的に獲得した選手ですね。続いて、柳田さん。まあ、これ、先ほども言いましたけど、侍のもの持っていると。まあ、この間までですね、大会、まあ、スピリーグの大会あったんで、まだ継承してないんですけど、で、おそらくスピちゃん。 の大会もですね侍のもの使えなかったと思うんでそこまでちょっと残しとくかなっていう感じですねそれ以降継承していくかもしれないという感じですかね続いて千賀さん千賀さん最近使ってるんですよね中継ぎができるというところもこの千賀さんは永久保存版ですね割と自分はランク戦最近中継ぎで使ってるんで でそれで割と勝率もいいんで、ですね今後も中継ぎで使っていこうかなと、ま,あ、また明日ガチオーダー紹介あるんじゃないかなと、次、武田さんですね。武田さんはシリーズ1なんですけど、シリーズ2でめちゃくちゃ出てほしい。このシリーズまだドロップカーブも小さい、まあ、ドロップカーブもそこまでなんですけど、ツ、えー2シームがないんですよね。というところで、まあ、全然違う。得のは一応上げてるんで、マジで出てきてほしい。続いて、スワレス選手です、ね。いや、平らん、平というか、メジャー行き決まりましたね。うんまあ、頑張ってほしいですね。はい。まあ、1残しとこうか。 続いて和田選手、マジこの和田選手はもう本当に問題児、えー、グレードアップスカウトで5万くらいかけて取ったんですけどいやーまあ和田さんは絶対必要っやったんでですねあのスピリングの大会ではいまあ、全然大丈夫なんじゃないかなと続いて井口さん、マジでこれは念願ですね自分が始めたのが2019シリーズ2で2019シリーズ1に井口さん出てたんですよね。 やんけんもう本当にホークス・ジュンス始めた最初の頃からずっと欲しいと思ってた選手なんでマジで出てきてくれた時は嬉しかったけどマジで待たせすぎましたねこのシリーズ最後ですよ TS6 段に出たんでマジで待った <laughs> っていう感じですね続いてずれたはいまた来ましたね OB のボーナスありというところでここも累計で当ててるんですよでこれで4連勝目というところでマジで OB のボーナスありのイベントの累計では 自分は OB が当たりますね。はい。まあ、多分次あたり途切れると思うんですけど、まあ、パーヒップリヒというところで、最近使ってるんですよね、ズレータ。で、特殊も終わらせて、えー、まあ、一応2回で終わったんですけど、マジでズレータは最近打ちやすいなと。プルヒットは全然気にならないですね、全く。続いて、や山さん。や山さん、まだ継承してないんですけど。 はい、まあシュート、高速スライダーですね。で、高速スライダーに球種が変わってるっていうところで、まあ、2体持ちしようかな。まあ、どっちが強いのか検証も兼ねてですね、2体持ちしようかなっていうふうには思っております。続いてマリティネス。マリテネス最近使ってるんですよね。センガさん中継ぎにおいてですね。まあ全然抑えれるなっていう感じです。まあ相手によるかな。 本当に相手による、もうダメと思ったらすぐ千ガさんに変えるって感じですけどね、はい、まあ、マルティネスね、メジャー行き決まったんで、マジ頑張ってほしいですね、続いてデスパイネ、デスパイネはミキサーで当たりましたね、で、割と、えー、この前のシリーズが出てなくて、久々の継承やったんで嬉しい、でパーヒー降格チャンス、得のめちゃくちゃ強い、しかも来季の残留が決定いたしました、はい、デスパイネも来年頑張ってほしいですね。 続いて斎藤和美さん、まあ、これは確か120連か130連かして取ったと思うんですけど、110連とかね、120連か、ね、して取ったと思うんですけど、いやー、マジ斎藤和美さんね、最初、マジで普通に弱くねってなったんですけど、最近、マジでめちゃくちゃ抑えてくれるから、まじライブ配信とか見て、 いいいたたただけけらですすねね多分負ててななとと思思ううんよ打れし、まあ、最初のライブ配信はめちゃくちゃ打たれたけどね、まあ、全然斉藤か奈さんもずっと先発置いていけるんじゃないかなっていうふうには思っておりますはい続いてあきらさんこれは確か無料10連の自チーム確定ありのやつで来たんですけどマジで打ちやすいもう本当に、えー、広角あるだけで、えー、普通のラインドライブの倍は飛ぶんで 個人的にですね野球もうめちゃくちゃ打ちやすい、ホームランも出るし、もうずっと使っていきますよね、この晶さん。で、まあ、守備 B のシリーズありましたけど、まあ、シリーズ1ですね、わ、まあ、割と広角の方がいいのかなというところで、はいまあ、現状ですね、えー、一応、継承したと。 なんですけど多分ベストナインタイトルホルダーじゃなくてタイトルホルダーですねゴールデングラブ賞取ったんで多分なんかベストナインタイトルホルダーとかで守備上がってきそうですけどねでもしかしたら来シリーズ降格なくなるとかのそういうところもあるんでワンチャンベストナインタイトルホルダー守備上がってきたら取るかなという感じですラストカドタラストじゃないですけどカドタさんですねここはもうあれですねボーナスありというところで累計で取れた <laughs> というところでですね <laughs>、うん、5連勝してるんですよね OB のボーナスありの累計というところで5連勝してるんでマジで今後は当て,ていきたいな、まあ、まあ次当て 途切れると思うんでですけどマジでカルタさんは、うん、最初打ちづらいな打ちづらいじゃないですけどホームランでないなって、単ンダが多いなっていう感じですかね、今のところです、ね。やけど、なんか割と昨日のライブ配信ではめちゃくちゃホームラン打ててたんで、でしかも流しでもめちゃくちゃホームラン打てるんですよ。なんだら流しの方がホームラン打てるまであるカルタさんは、マジで流しのホームランが多いなっ <laughs> ていう感じで。 カルトさんですね今後も使っていくと思うんでまあ、慣れていこうかなというふうには思っておりますはいラストマッチというところではいではここからですね交換会のお知らせに行こうかなというふうに思いますはい自分は交換会にまあ、1回だけなんですけどまあその後とはまあ割と周、えー、トさんとか ですねを出そうかなというふうに思うんですけど1回だけねこの松田選手を出そうかなというふうに思っておりますもう本当それ以上は用意できないマジでこの松田さんも昨日のライブ配信でミキサーしてミキサーで出た選手を育成して出しますって、まあ、育成までは言ってないねミキサーで出た選手を出しますって言って松田さん出たでどうせなら A ランク5枚残ってたんで極みにして出そうというところで今回出すんですけどまあ 1>, 1回動画撮って出すんで、まあ、自分的にはそこまで問題ないかなっていう感じなんですけど。はい、というところで、まあ能力こんな感じで,で、特殊も終わらせたんですよ、守備日まで持ってって、えー、特殊能力も全部あげました、ま <laughs> ず大変やったんですけど、まあ交換会ではですね松田選手、一番最初に出して、あとはもう本当に。 選手でいらなかったら出しますし、まあ、そこまで自分は <laughs> え今シリーズの選手で欲しい選手あんまりいないんで <laughs>。というところで、ですね、まあ、最初の最初だけマジで松田さんを出すとで、自分も持ってないのにこの松田さんを出すと、はいまあ、自分はシリーズ1のものをまだ使いますわ。でまたたた2もう1回当たったらして 使いますわ、はい、<laughs> なんかバカなことしますけど、まあ、シリーズ1出,出してもいいんですけどね、まあ、シリーズ2の方がどっちかといえば欲しいかなというところで特殊も終わらせてるんで守備というところで,ですねこの松田さんを出そうかなただちょっと明日か明後日あたりに松田選手はピックアップすると思うんで、まあ、ピックアップできたらいいかなっていうふうに個人的には おりますそんな感じですね、はい、こんな感じで60名ちょっと話してたんですけど、最後にですね、えー、軽く選手量を見せて終わろうかなと、選手量はこんな感じです。まあ、田畑選手とかシュート選手、ここら辺はですね、適当に残してるんですけど、杉内さんはスピリッツ解放用に割と残してるって感じですかね。まあ、あとは岡島選手だったり、田村選手だったりはですね、ホークスででも出る可能性あるのかなまあ、田村選手は過去登場してますけど、というところで残してるといることで、小久保さん、城島さんはスピリッツ解放用、ただもうちょっとしない、ここばさんはまだできないですね。ジョージマさんは、えー、今年 阪神、えー、で出れば、阪、ま、神、あ、で出ると思うんですけどね、田渕さん出ましたし、出れば、まあ、スピリッツ解放、あとはまあ、純正の大会前とかにスピリッツ解放しようかなっていうふうには思っております。で、和田さんはスピリッツ解放用 <laughs> にめちゃくちゃ残してると、まあ、あの和田さんはずっと使い続けると思うんでですね。 まあ、あとは長谷川さんもスピリーツ解放用だったり赤瀬、まあ、選手も長さとかまで持ってるんで早く、えー、まあ、覚醒させて継承させようかなとで川島さんね川島さんの S ランク、えー、自分がやってる間に2回登場してるんですけど2回も当てれてないといやマジでもう川島選手残ってくれると思ったんやけどね本当に悲しいですねで長谷川選手スピリーツ解放用ですね秋田さんもね3枚ある いやけどまあ3体持ちはさすがにしなかったですね、守備 B のやつ。まあちょっとそこは守備 B のアキラさんがですね、交換会とかで来れば3体持ちしようかなっていうふうには思ってるんですけど。<laughs> あとはでスパイネも割となんか最近当たるなって感じですね。で今宮選手3枚と。まあ、今宮選手とか 甲斐選手もです、ね、称号必要なんでまあいいかな、千賀選手はスピリッツ解放用にずっと残していきたいんで、どんどん当たってくれって感じですね、でサファテ選手も一発で勝利の飛が決まったんで、ちょっと残してるって感じですけどね、で加山さんは2枚というところで、確か3枚いたかな、まあ、2枚なんで、まょ、あ、う2とかで最新のものを使うんじゃないかなっていう感じですかね、また東山さんもスピリッツ解放一生使い続けると思いますし。 ウェブイス選手はスピリッツ解放してもよかったんですけど佐々木さんが出たんですよねというところでちょっとスピリッツ解放の必要なくなったかなって感じですかねで石川さんも割と当たってるねで栗原さんも勝負決まってからは残してるって感じですかねあとはモイニョル選手もねちょっと今年残らなかったら割と A ランク少ないなって感じですかねあとは笠谷選手も S ランクで出てほしい高橋麗投手めちゃくちゃいるマジで今シリーズ10枚も当たってるからな <laughs> でシュートさんも3枚でマルティネスも一応1枚だけ残ってますねでグラシアル選手5枚で泉さんも3枚というところでまあ、A、ラ 割と100名近くホークスの選手残ってるんで、まあ、割といるなって感じですねこうしてみるとまあそんな感じですねちょっと、えー、話しすぎたかなという感じなんですけど、えー、またですね、えー、今後は、まあ、本当3年に1回とかで紹介したらちょうどいいかなっていう感じなんでまたちょっと3年後は。 YouTube やってるかわかんないんですけどご紹介していけたらなっていうふうには思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降もですね、えー、動画出そうというふうに思うんで、ぜひ興味のある方はチャンネル登録して待っていただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。伊豆でした。